北方誠獣類、または、北方獣類、ボレラザーは、新獣類有体番類のクレードの一つ。ローラシア獣類と、新種月類からなる上位のクレードである。単に英語読みでボレオユーテリアとも言う。このクレードは現在、DNA 配列の解析に加え、レトロトランスポゾンの有無のデータによっても、よく支持されている。北方誠獣類は、互いに、 姉妹群であると考えられる二つの大、クレード、すなわち、モグラクジラウシウマコウモリネコなどの仲間を含む、ローラシア従類と、ネズミウサギサルなどの仲間を含む、新種月類とをまとめたクレードである。ミトコンドリア DNA および核ゲノムのシークエンス解析を用いた分子電学的なアプローチにより、現制するすべての魔獣類は、 系統的に以下の4つの大グループにまとめられることが明らかになっている。これらのグループ分けそのものの妥当性にはほとんど疑問の余地がないが、一方、この4つのグループが進化の過程で分岐していった順序については様々な説が提出されており、まだ定説と言えるものがないのが現状である。しかし、その中で唯一、新種月類とローラシア従類の二つのクレードは、研究初期から、 比較的高い禁煙性を示していた。これらが姉妹軍であることは現在ほぼ確実視されており、この両者をまとめた北方誠従類が単系統であることは広く受け入れられている。よって各グループの系統関係を論じる上で実際に問題となるのはその起源においてアフリカ大陸に深い関係があるとみられる。 アフリカ重類、南アメリカ大陸にほぼ固有である遺説類に相当、そして北方魔獣類の3グループの分岐の順序、すなわち3社のうちのいずれが最初に、他の2社の共通の祖先から分岐したのか、ということになる。この点に関して、現在、以下の3つの仮説が定立している。アトラントゲナータ仮説アテラントジェノタセオリー。 アトラントゲナータ北方新獣類、エクサフロプラセンタリア仮説、クサフロプラセントリアセオリー、アフリカ獣類、ヒアフリカ有体版類エピテリア仮説、エプラリアセオリー遺説類、エピテリア一方、東港大大学院の岡田則弘教授らのグループが、ライン配列の解析を行った結果、祖先多形が存在し、その状態が解消される前に3つの系統は、ほぼ同時期に、 急速に分岐したという学説を提唱している。北方誠従類の位置づけは一般に下綱に位置づけられることが多い魔従類の回であり、また同じく上目とされる新種月類、ローラシア従類の上位ということになる。しかし、もともと分子遺伝学、分子系統学的アプローチによって設定された。これらのクレードは90年代から 盛んになってきた分岐学的な考え方を前提とする構成概念であり、それゆえにタクソンの序列によって階層的に生物群を理解しようとする従来の輪列式の分類体系とはやや折り合いが悪い。それは分岐学においては進化上の分岐点が一つ解明されれば、その都度必然的に一つのクレードが新たに生まれることになり、これに応じて 系統上その近隣に位置するクレードも、タクソンとしての階級が上下することになるため、タクソンの階級的な位置づけは、もはや向上的なものではなくなるからである。哺乳類の例では、かつてのヒレアシメやクジラメは、目の階級から転落し、夕日詰め目や食中目は、タクソンそのものが消滅した。ありがとうございます。